ブラックバーン B-54 ブラックバーン B-88 ブラックバーン B-54 と B-88 は第二次世界大戦直後の時期に英国の艦隊航空隊向けに開発された関西大戦哨戒機の試作機である。これらの機体は中翼に配置した逆ガルウィングの主翼と首輪式膠着装置を備えた通常の形式の単用機であった。 パイロットと偵察員は、胴体長部の長いキャノピーに覆われ、タンデムに配置されていた。B-54 は、レシプロエンジンで、B-88 は、ターボプロップエンジンで二重反転プロペラを駆動し、レーダー操作盤は、長い胴体内爆弾層の直後にある、胴体後部の引き込み式、レドーム内に収められていた。 フェアリーガネットが選ばれたため本機の開発は破棄された。B-54 または YA5 は先進的な関西対戦哨戒機を求めた要求仕様 GR17-45 に応じてブラックバーンエアクラフトが設計した機体であった。競合するフェアリー車は同じ要求仕様でフェアリー17を設計し、この機体が最終的に協作の勝者となる。 フェアリーガネットとなった。オリジナルの YA5 は、二重反転プロペラを共通の、ギアボックスを介して駆動する2機の、ネイピアナやドターボプロップエンジンで構成される、新しいネイピアダブルナヤドを装着するように、設計されていた。このエンジンは、最終的にキャンセルされたため、YA5 は二重反転プロペラを駆動する、ロールスロイスグリフォン56を装着した。 YA7 として進むぞらした。この機体は、フェアリー車設計の機体に先立つ1949年9月20日に、初飛行を行った。1950年に、海軍本部は、レーダーとレーダー操作員の搭載を要求しように、加えた。YA7 は、さらに改良され、操縦性の改善のために、空力的に洗練され3人目の搭乗員の席が、 加えられた YA8 となり1950年3月3日に初飛行を行った。YA8 の設計は1950年7月19日に初飛行を行った B-88YB1 機の基本となった。B-88 は YA5 に装着された元々のナイアドエンジンと設計面で類似したアームストロングシドレーダブルマンバを装着した。 この設計の開発が長引いたこととすでに、ダブルマンバを装着して、着艦試験をこなし、元々の要求仕様をすべて満たした状態で運用に、入る、予定のフェアリーガネットが有望なこともあり、艦隊航空隊はこの機体に対する興味を失った。B-54、B-88 は、中翼配置の逆ガルウィングの主翼と垂直尾翼の半ばの位置に、 かなりの上返りえのズのついた水平尾翼を持つ大型の単発単容器であった。フェアリーガネットとは異なり逆ガルウィングの折れ目、部分だけで分割される簡単な主翼の折りたたみ、構造を有していた。高さのある胴体にはエンジンと大型の並走収納層を持ち、上部の一体型キャノピーの下に2名の乗員がタンデムに座った。膠着装置は通常の首輪式であり、 レーダー操作版は、フェアリーガネットとほぼ同様に、胴体後部の引き込み式、レドーム内に収められていた。ネイピアナイアヤドエンジン開発のキャンセル後、試作機にはすぐに入手可能な直径13フィートの6枚20反転プロペラを駆動する、出力 2000HP のロールスロイスグリフォン56を装着した。B-88 では、 アームストロングシドレーマンバを基礎にしたダブルマンバで8枚ブレードの二重反転プロペラを駆動していた。B-88 で使用された A ズム D1 エンジンは 2950HP の出力を発生した。ブラックバーンエアクラフトシンス1909。ありがとうございます。